今回はマグタンヤンマが浮かしたんで、したんだよね。うん、マグタンヤンマが浮かしたんだけど、まだ目とか体全体がブルーじゃないです。体全体はブルーじゃない。この今黄色いところがブルーになる。あ、目もブルーになる。目もブルーになる。ヤンマとしてはそんなに大きい方じゃない。中型のヤンマ。そこにヤンマ比べてみようか。うん。ヤンマ向こうにある。ヤンマちょっと前に浮かしてる。メスですね、これは。こんぐらい違う。うん、そう。お前羽が全然違う、ね。うん。大きさがね。こっちはお姉やんもんね。昨日動かしたね。これはまたやつ今日動かした。うん、そう。天気がいいからお姉やんもん。今日逃がしてあげようかな。はい。これマルタンヤンマだ。3週間ぐらいでね、立つと黄色いところがブルーになる。目もすごいブルーになって。オスだ。これオスなの？オスだこれ。うん、こっちメスじゃん。オニヤンマはメスだね。マルタンヤンマはこれオスだね。ブルーなんですよ。マルタヤマのメスはブルーにならないから。ならないんだ。うん、黄緑色。これ抜け殻ね。うん、ちっちゃいね、抜け殻。なんかさ、ちっちゃい抜け殻からさ、でっかいのが出てくる。うん、本物はね。なんか置物みたい、フィギュアみたいな、ね、本物だけどね。ヤンマ大きいから。メスだ。先っちょんとか産卵とか。そう、産卵とか。羽の根元黄色いでしょ。そう、青くなるっていうのは不思議だよね。鬼ヤンマ最初からこんな色だもんね。そう、まあ、目だけは変わってて、全然違う色だ。これは本当に投げて。はい、ここからはですね、ちょっと抜け殻の比較ですね。これが今日浮かしたマルタンヤンマの抜け殻です。オスですね。これはオニヤンマですね。これメスですね。これはクロスジギンヤンマ。これがコオニヤンマですね。まあ、ヤンマって名前ついてますけど、サナエトンボですけどね。面白い形してますけどね。コオニヤンマ、サナエトンボか、大型のサナエトンボですね。まあ、マルタヤンマ、まあ、ヤンマの中ではそんなに大きい方でもないですね。中型のヤンマですね。こう真ん中にね、こうやって黒い筋が入るのが、まあ、特徴なんですけどね。カトリヤンマなんかも筋入ってますけど、もうちょっと細長くて、ちょっと華奢なイメージですけどね、カトリヤンマはね。ちょっと分かりやすいところにね、出してみました。こう上から見るとね、もう全然今色がないんで、もう何ヤンマかよく分かんない状態ですけどね。これがマルタンヤンマのオスですね。まあ、成熟するとこのお尻の辺は真っ黒になって、羽も抹茶茶になりますけどね。飼育してると羽の方は早く色がつくんですけど、体色の方はですね、青くなるのが非常に遅いっていうのが分かりました。目もね、比較的早く青くはなるんですけどね。体の色が
まあ、ちょっと色づくのが遅いっていう印象ですね。今真っ黄色ですけどね、この黄色い部分が全部ブルーになるんですね。目もそうですけどね。まあ、こんなところで今日はマルタンヤンマの羽化しましたっていうことでした。